はい、さあでは本日のお詫び行きましょう。小田さんお願いします。今日は細野さんですね。モニターを見るといつも水を飲んでた。喋ってない細野さん。今日ちょっとあんまりねお話伺えなかったですけど。いやもう全然だよ。ホリエモンがいっぱい喋ってもらってありがとうございます。喉渇いたんですね。お疲れ様です。お疲れ様です。また本日のお詫び人に選ばれました。はい、ありがとうございます。光栄です。またですね。またですね。今日水しか飲んでなかったのは太田さんがもうたくさん喋ったから僕の喋りができなかったのがもう唯一の原因なので、もうそれでお詫びにされちゃうのはねもう勘弁してください太田さん。もう次からはもう喋らせてもらってからのお詫びならいいですけど、何も喋らないでのお詫びはもうこれで勘弁してください。もうきついですね。ちなみに何喋ろうとしてたんですか。今日喋ろうとしてたのはラムレーズンのハーゲンダッツを食べたい。あ、食べたいじゃない、ラムレーズンが好きのハーゲンダッツが好き、ラムレーズンのハーゲンダッツが大好きっていうぐらいですかね。それあんまり関係ないですね。関係ないですね。いやいや、だけどもうぜひ喋りたかったんですけど、もうラムレーズンのハゲンダッツのことを喋れなかったのはもう心残りですね。よかったです、この場で喋れて。じゃあ最後にあのお詫び書いた太田さんに改めて一言お願いします。はい、太田さんの喋りの部分を少なくしてもらって僕に喋らせてください。お願いします。